もういいの。はい。DJ 小屋です。DJ 南です。DJ の SU です。DJ イクです。DJ アコーです。DJ フォレスです。DJ ジョージです。DJ してます。ミスターシントいます。DJ のブレイズ。DJ ビーボールです。リボルバーです。DJ フビーです。DJ の YB です。DJ ケッケです。DJ ヒロです。DJ USK です。DJ ミチです。はい。DJ はじめです。ベンケです。ケントです。DJ レンです。コウジュンです。DJ ラムです。DJ のエイトマンと言います。DJ のゆうきです。DJ のハルです。DJ のユウスケです。DJ リナです。DJ 慎太郎です。ユウスです。ドープおにぎりという名前で、DJ アーティスト活動をやっております。DJ ハッタンです。よろしくお願いします。高校2年生くらいかな。1年生か2年生か。17歳ぐらいの時に。中2の終わり、中3ぐらいの時に。ちょうど中3ぐらいの時かな。多分18の時に。何やったかな。まあちょっとやさぐれてまして僕あの幼少期そこからちょっと抜け出したいというのがまああってでなんかサーフィンやったりスケボーやってみたりとか、まあ、いろいろそういう時があったんですよ青春時代というか結構地元の友達とかとまあ普通にスケボーとかで遊んだりしてて洋服屋でアルバイト始めてでそこの店員さんが結構みんな DJ やっててたまたまダンスをやってる後輩がいてその後輩が DJ をやりだして後輩に無理やりタンデを買わされてもう大変なんだ3万円でいいから買ってくれないすぐとか言って今日中にっていうもうこれ買うしかないなとやりたいなんかその DJ っていうことに対して興味を持つというよりかはもう単純にその好きな子に近づけるかなやったらっていうなんかバチっていうきっかけはないんですけどなんかグダグダと始めてましたね。なんか知らんけど DJ は気づいたらやってましたなんか。まあ、先輩の影響っていうのが。そう当時行ってたクラブの先輩が父親が DJ やってて父親のことを知っててお前親父 DJ やってるのはお前もやれよみたいな。そうもともと大阪いるときに、ずっと作曲家目指して曲を作ってたんですけどで東京出るきっかけになったまあ。事務所みたいなのがあってでそこで作家で活動してたんですけど、まあ、あんまり仕事なくてで EDM がすごい流行った時期で EDM 流行ったしお前 DJ やれよみたいな感じで半ば強制的にやらされた感じはありますね最初は隣の家のやつがターンテーブル持っててでそいつの家遊び行っててでまあ勝手にそいつが出かけてる時にこう レコードが遊んでてうちの兄貴がターンテーブル2つ買ってきてでなんか宇多田ヒカルかなんかの曲オートマチックかなんかをつなぎ始めてこうやって曲つなげるんだよって言って友達の家行ったらお兄ちゃんの部屋があってそこにターンテーブルがあっておこれターンテーブルじゃんみたいなでちょっとお兄ちゃんに内緒で やろうよみたいになってで やり始めて何が何だか分かんないけどやり始めたらもうその日にハマっちゃってもう2日ぐらいそっち泊まったっていう車の免許取り入っててだから小中の後輩一個下の後輩にたまたま会ってもうやたら B-boy みたいな格好してて最近何しようみたいな DJ してるみたいな色近かったんで遊び行って機材見てちょっとスクラッチしてよってまず言われてスクラッチって何ってなるじゃないですかいや、いいけ、やって、みたいな。で、こう、なんか、一回、スクラッチ、あ、こんなんかなと思って、やったら、もうセンスないねって言われて、なんか、その一言にすごい、あの、火がついたっていうか。その、子供の頃から、洋楽を聴いてたんですけど、洋楽ばっかり聴いてて、で、中学校ぐらいの時に、まあ、友達らが、まあ、当時でいう、まあ、ドリカムとか、まあ、ジャパニーズポップス、ビーズとかね、みんな聴いてて、コメコメクラブとかを。まあ、それもいいけど、まあ、これを聴けと。で、僕はいつもその CD ラジカセで CD をこう入れて、テープ入れて、ダビングをして、でプログラムで1曲目と3曲目と5曲目だけこうテープにダビングできるようにして、次の CD 置き換えて、で、次のアルバム撮って、
入れて、まあ、5曲目7曲目とかこうプログラムしてこうコンピレーション作ってたんですよ。でそれを友達にあげてたんですよいつも。まあもう昔から遊んでてクラブとかでその流れで音も好きだったし頭も金髪とかにしてたし、なんだろう、すぐこう上級生、はい、入学式にもうフォークとか投げてこられてたのね。でも2年とかも、ああビーバップとか言われるわけよ窓から。もう結構何そういうターゲットにされた俺と何人か。きついな、そろそろやり合うか上とみたいな時に、そのディスコに俺行ってたらラップタイムで踊ってる先輩がいて、その人が先輩だったの高校の、たまたまダブってる先輩なんだけど、そこの影響もあるかも。ヒップホップやるの悪い人なんだけどラップが好きで俺に教えてくるわけよ。お前そんなパラパラとかやってないでこれやった方がいいよみたいな。まあその時の音楽好きの仲間たちと、うーん、ラップユニットを作ろうってことになって、でイベントを自分たちで作って、でまあ当然 DJ がいるから、じゃあ俺 DJ やりたいって。まあそもそもダンスやってて、で何かそしたらそのダンスの後に音楽だと。でこのかかってる音楽なんだろう、でかかってる音楽もいろいろだから好きで聴き始めて、でクラブとかにも、だからその時はまだあの ID チェックとかが緩かったから、夜中のクラブとかも全然俺中3高1中3ぐらいだったのかな、行けたのね。そこであの延々と曲をかけてる人の存在っていうのにパッと気づいて、そこで初めて見ましたね DJ っていうの、本当の DJ というか。でそれも基本的にショーケースみたいなものがメインであるパーティーだったんですけど、だからいろんなラッパーが出てきてみたいな。でやっぱりこう周りはみんなこうラッパーがどうとかいう中で、僕はやっぱり DJ がかっこよく見えて、生で見た時にでも。僕ライブとかがすごい好きだったんで、体で感じる音楽が好きだったんで、なんか家で聴くっていうよりもなんか車の中でこう爆音で音聞いてたりとかしてたんで、なんかそのクラブっていうものが結構完璧な音楽がこう体で体感できる場所ってなかなかないじゃないですか。それでなんか結構衝撃受けてやろうかなと思って興味持ち始めましたね。いっぱい人がいるし、なんか入場料とか見たら2000円ぐらいその取ってるから、パー券って1枚その2000円とか3000円とかするから、そう考えたらなんかお金にもなんのかなみたいな。まあとりあえずお金になるかどうか分かんないけど、その夜遊ぶのにこのいろいろこれやってたら良さそうだなみたいな、うん、面白そうなのはなんか直感で感じたっていうか。DJ としてやっぱり一番かっこいいなって最初思ったのはきっとカプリとか、一番影響を受けたのはストレッチアームストロングかな。2002年の DMC ジャパンファイナルを見に行った、そこで衝撃を受けた DJ ケンタロウくんがやっぱりその時に優勝してそのまま世界一になったっていうのがでかかったかもしれないですね。あのグランドマスターフラッシュ的なのとか、あレゲエのセレクターですよ、はい、レゲエのちっちゃいクラブで南の方にあったんですけど、そこに。ちなみに誰ですか？わからないです、誰かはわからないです。かっこよかったんですよね多分。僕もともとロックミュージックが好きで、でずっと海外のロックミュージック聴いてて、その時にそれこそエアロスミスが、ウォークディスウェイって曲出したと思うんですけど、でもまあそれもちろん みんなは多分ランディ MC の方が多分すごい馴染みがあると思うんですけど、僕はどっちかって言ったらそのエアロスミスの方から入って、でなんか聴いてるうちになんか同じ曲やけどなんか違うなみたいな、歌詞が違うなっていうところから入って、で初めてランディ MC っていう存在を知って、それ中学ぐらいの時ですかね。あそうだ、これちょっと面白いから見てみてっつって A トラックのあの DVD わかります、なんて名前でしたか、紫のジャケットの知ってます、だからあれを貸してくれて、
ドキュメンタリーみたいなやつで、あれ見てもうすごいなと思って。僕らの世代はその当時パーティーっていうなんかカルチャーがあって、要はそのパーケンっていうのを売りさばいて、でライブハウスとか借りて、そのパーティー、もうクラブイベントとかじゃなくて、誰々がどこどこの誰々がやってるパーティーみたいなのがその当時よくあって、横浜でも言ったらもうほんとライブハウス、ライブハウスをとにかく使って、そこにメロコアとヒップホップみたいなのをその2人のなんか2人その好きな人がいて、ってその人たちがやっててって、そしたらそのメロコアヒップホップ両方やってるのがなんか交互にとか2時間ごとぐらいにそのかかるのが変わってみたいな、そしたらそのヒップホップがかかってる時間帯のそのライブハウスのパーティーに何も知らないで遊びに行ったら楽しくてみたいな。であとなんかすごいその当時もそのなんつったらいいのかな、すごいシスターっていうと、なんかこのすごいブラックを意識してるお姉さんたちみたいなのがすごいその当時横浜とかめっちゃいて、おこれはみたいな、これエロいぞみたいなが DJ を知ったきっかけですね。それ関係あるのかな。とにかくそういうとこでその DJ してる人たちの DJ を見てみたいな。一番最初教えてもらったのはその家の近くにバーがあって、あのちょっとガラス張りでなんか外にターンテーブル外から見える感じの、でこのバーなんか DJ そうだなと思って、そこをまあ興味本位で入って、でなんか DJ やりたいんですよねって言ったら、まあ最初ぐらいだったら教えてやるよってとこから始まったバーはありますね。僕はもうあんまり周りにその DJ 仲間とかそういうヒップホップ好きなやつらとかあんまりいな、その情報共有する友達が地元にも少なかったんで、同じで周りに誰もやってる人間がいなくて、曲をつなげるとかももう全然意味わかんなかったんで、ひたすらあの元ネタを集めてました。好きな 90s のヒップホップとか日本語ラップの曲のサンプリングソースをアナログレコヤに行って買って聴いて一人で楽しむっていう。その頃名古屋にダウンステアっていうレコード屋さんがあって、そこの、DJ 吉田さんっていう先輩がやってるのを見て真似してたっていう感じですかね。特にスクールみたいなんで教わったわけじゃなくて、何していいか分かんないじゃないですか正直。当時そこまで SNS 発達しないんで、でなんかレコード屋さんの人に相談して、あこういうスクールあるよみたいな感じ。DMC の九州チャンピオンがやって、もっと九州チャンピオンやってるからみたいな、じゃあそこ行ってみるかみたいな感じ。でもなんかあれって一応技とかはあるけど、そのこっち動かしてこっち切ってるだけなんで、言うちゃえば全然難しくなくて、でそのでフル先生っていうその先生もなんか、なんか今思えばすごいいい先生で、その決まりなんてマジでないし、でも自分で作ればいいからみたいな。で一応俺っぽいことは教えるけど、そんなんが、まあ、正解でもないし、全くそんなとりあえずやればいいだけやからみたいな。でも1年くらいでもうやめてもらったら構わへんよみたいな感じのスタイルやって、でそうっすね。あの人めっちゃイケてたから、その15歳の時に初めてこう触れ合う大人がその人やったから、もうイケすぎてて、もうそのままどっぷりみたいな感じですかね。 DJ に関してはなろうと思ってないです。なんか静いたらなってたっすね。なんかなってたっていうか、やってた、とりあえず DJ も。なんか DJ になろうって思ったもんです。探偵をさ、とりあえず触りたかった。で、ある日、なんか夢で、ターンテーブル買う夢を見て、で、もう買ったっていう感じで起きたんですよね。で、その日、休みだったちょうど。で、お年玉もあって、その時。で、給料日で、高校辞めてたんですよ。で、それで自分、あのガソリンスタンドラーメンバイトしてて、俺これターンテーブル買えると思って、そのまま、自分秋田の横手市ってとこ出身なんですけど、そっから秋田市、市内まで行かないとターンテーブルなかったんですけど、車で、親父の車借りて、行って、その日に買ったんです、ターンテーブル。DJ の機材は、なんだろうな、本当ポータブルの、カートリッジとか交換できないような、こう上げたら回るみたいな
何ですかね、あれすごい安い1万円ぐらいのやつ、それ2台になんか、なんだろうな、なんかちょっとよくメーカーのわからないミキサーみたいなの持ってましたね。ターンテーブルとミキサーセットでしたね。でその友達が買った時にやっぱ自分も調べて買おうとしたんですけど高くてすぐ買えないなってことで、そしたらスケボーやってる先輩が一式売りたいって言ってくれて、それが確か5万円だったんですけど、全部一式を5万円で買ったっすね。一番最初にターンテーブルですね。そうですね、ターンテーブル1台買ってっていう感じです。テクニックスの、1200の MK3D と、あとテクニックスの、EX じゃなくて DX ってやつだったですね。 EX の1個前のやつですね。全部中古で買いました。最初はやっぱりそれこそ一番ベタなテクニックスマーク3だったかなのセット一式で買いましたね。テクニックスのマーク2とオーディオテクニカの本当一番安い DJ ミキサーですね。パソコンっていうか、俺はその先輩にお前 DJ やれよって言われて、分かりましたって、何必要ですかって言ったと聞いて、で全部買った、もう次の日には全部買った。タンテとミキサーとスクラッチライブのインターフェースとパソコンと。僕はもともとパソコンあったんで CDJ とりあえず買ってって感じです。まあ CDJ350 のセットみたいなの買いましたね。一番最初スタントンなんですよ。でそっからちょっとトルクっていうのがあるんですけど、それが弱すぎて結局はテクニクス買いました。ミキサーはね、なんかこんな細長い、横に細長い縦ジャンが3つか4つぐらいあって、変なちょっとしたエコーとかもできたような感じのフェーダーとかバリ硬いんですよ。すぐ壊れるし。ジェミナイっていうすごいターンテーブルのフルセットが15万とかで、ちょっと B 級になったら7万とかで売ってたんですよ。それまずは B 級を買ったんですよね。でベスタックスの05プロだったかな、確かベスタックスでしたね最初。なんか少年ジャンプのなんか一番裏になんか4万9000円 DJ セットみたいなのあるんですよ。それ買ったったんですよね。お年玉のちょっと積み立てみたいなんで一発で買って、でそれはもう4万5000円とかなんで、もう使い物にならない、もうなんかチョンって触った時にハリポイポイポイみたいな。ソニックラインっていうブランドのかなり安いやつがあるんですけど、1台2万3万ぐらいのやつを最初2台とそれについてるミキサーですね。デノンっていう一体化型の CDJ と別売りのミキサーセットで 4,5 万ぐらいで売ってもらったんですよね。メロスかなんかのメロスのこういう四角いちょっと超でかい弁当箱みたいな形の、すげえなんか DMC って書いてあってDMC ってなんだろうと思ってたけど、ずっとそれ見ながら本当はみんな普通知ってるんだけど全然興味なくて。ミキサーの EX です。めちゃくちゃオールドスクールな、あでも EX なんて多分AQ フェーダーみたいなやつ、スクラッチめっちゃしやすい感じの、はい。スクラッチは興味があって、高校の時そのスクラッチのこうビデオとか買ったりとかして見て、友達と一緒に同じようなことやったりはしてましたね。ジャグリングとかめっちゃしてました、スクラッチとか。うん、それが全てだろみたいな感じだったですね最初。レコードを針置いて聞くためのプレイヤーだと思ってなくて、そのスクラッチするためのプレイヤー、おもちゃっていうかその機械だと思ってて、だから最初からこすってましたね。なんだかスクラッチできな DJ ちゃう思ってたし、その時スクラッチしたかったんですよ僕。スクラッチですね完全に。2枚使いとかスクラッチとか練習、まあ、聞いててそれ一番かっこいいなって思ってたから、とにかく一人でもう
ずっともう無償にスクラッチばっかりやってました。あとはミックス、その時の情報源がミックス CD とかしかなかったんで、もうどうやったらこうなるんやろうなみたいな。でも DJ プレイの参考にするのってやっぱ当時だったミックステープ。でミックステープとか売ってるやん、テープキングスのトニータッチとか。トニータッチのミックス聞いてて、こんなスクラッチがしたいっていうような。まあミックスするっていう要素が一番大事だったと思うんで、僕の中で。ああ、でもミックスすることですね。まあミックスですかね。まああと友達がその時に反応してくれることとか。そこでうまくミックスができた時に、あ、この曲とこの曲をミックスしたらこういう感じに聞こえるんだっていう、なんかそのちょっとした感動というか気持ちいいなとか。もう永遠と繋いでた。もうでそれがやっぱうまくいかなくて、まあ耳がいいからか分かんないですけど、僕ぴったり合う瞬間が来るっていうのをいつ分かった時があって、あ、ぴったり合ってるっていう、本当に一瞬しかないんですけど、それの虜になって、それが完璧にできるまでずっとやってました。ダンサーが作る音源、ダンスのショーケースあるでしょ、あれってその見てるとその音源自分で作ってる人もいれば誰かに作ってもらってる人もって言っても、あの自分たちのアイディア、そのダンサー自体がこの作っアイディア作ってそれを音にしてるから、言ったらそのミックスとかその音源、短いショーケースの音源聞いてもかっこいいやつってすごいいっぱいいてみたいな。だから普通の DJ の人とかよりその作り方っていうか、その持ってき方とかがうまいんだなみたいな、曲のこっから使うんだみたいな。ダンサーなのにこの音源作る時にレコードの上にこのシール貼ってあって、そこに針を落としたらすぐそこが来るようにみたいな、 DMC でよくやるような、あれを一発撮りでもうすんごいもんなボロボロのミキサーとかで音源作ってるから、もうそのいや撮ってるのを見たらもうその辺の普通の DJ とかよりよっぽどその集中してる、本当に5分間6分間ぐらいの音源だけど、その辺普通に1時間とかやる DJ の人より楽しいっていう、どんどん起承転結があってみたいな、そういうダンサーの人で、あのその人にいろんなレコードとかなんか曲がどうなってるとかは教えてもらった。ヒップホップクイーンズ縛りの後になんかいきなりブロックに入れんなとかなんかあったじゃないですか。こうなんか例えばだクイーンズのアーティストからクイーンズかけてかけるのがいいみたいなとか、そういうことをさっき仕込まれて、だからなんかもう自分の中でこう縛っちゃってるというか、今はそんな関係ないじゃないですか。そのミックスの仕方とかそのピッチを合わせるところを教えてもらって、で最初はそのバイナルで練習しろって言われてたので、自分でヤフオクとかでなんかヒップホップと R&B のバイナルのセットみたいなのがヤフオクで1万円で100枚入りみたいなとかがあったんで、とりあえず古い曲をから買った方がいいみたいな言われてて、そもそも情報なんかなかったっていうのがまず当時の状況ですし、唯一あったのがまあまずラジオで誰か有名な DJ がミックスするっていうのを聞いたり、そうするとそのラジオの、まあ、あの DJ の人がこれ今週出た何々ですみたいな感じで、そこでまず情報を取るのと、あとはレコード屋に行く、もうこれぐらいしかなかった気がしますね。まずはへえレコードなんだみたいなとっから、だからレコードだからタワーレコードとか普通に買いたりとか、まあその時はもうシスコはあったから、シスコとかでちょっとずつレコードと、まあでもまだ CD の方が買うのは多かったかな。もうマンハッタンすらない時代やねんけど、でそれでシスコ行って、で今でも覚えてんねんけど、何やったかな、ねスミフン&ウェッスンやったっけ、あれのバックタウンっていう曲がありまして、でそれのレコードをとりあえず2枚買おう、まあ、当時は神奈川もあったんですけど、やっぱ渋谷のまあマンハッタンとかシスコとかそっちがメインだったんで、まあ、週末はその先輩とか地元の DJ 始めたやつといつも東京行ってレコード買ってみたいな。当時マンハッタンレコードさんがファックスでなんかパンフレットが2週間おきに届いて、それでこうレコメンドされてるものをファックスで送って
届くっていうのがあったんですけど、当時は、まあ、視聴とかもできなかったんですね。なのでそのレコメンド通りに買ってたんですよ。もう泣きの1枚だ泣きの1枚とか、これは2枚必要だとか、もう何もわかんない、とりあえずそのじゃあこれ買っとけば間違いないなっていうものをまずもう全部ファックスで送って届いて、その自分がこう初めて聞いたのにすごいいい曲だって出会った時が一番やっぱ気持ちいいというか、うわーみたいな、なんかこう情が凍るじゃないですか、なんかそういう感情にはなってました。クラブ行ったら大体ブースの前張り付いてとか、あの曲もこの円盤をこう携帯で照らして見てとか、これ聞いて勉強しって言われて、はじめさんのテープをいただいて、でそこに入ってるやつをこうマンハッタンレコードに行って、ちょっと恥ずかしいですけど、ちょっとこの曲くださいみたいな、あそれないですみたいなとかあるやつは出してもらえるみたいな。いやなんかその当初から自分でテープとかを家で撮るときにミキサーにマイク挿すとこがあってみたいな、でマイクは持ってないからそこにヘッドホンを挿してとか、ヘッドホンでその撮りながら声とかが入れてるミックステープ自分が聞くようにとか撮ってて、喋ったらどうなんだろうみたいなってすげえ超変だったもう今すぐもうそのもうテープがもうどっかにあるならそのもう燃やしたいぐらいちょっとラップ状だった上から入れてるなんか煽りとかべしゃりが、うん、そうそう、だからなんかミックステープとかその時全部聞いてると、キッドカプリもミスターシーもファンクレックスも全員喋るからって、だからこれが普通だって思ってた、うん、記憶の中では千葉に津田沼っていうとこがあって、そこがなんか駅前で割と外に対してオープンになってるバーみたいなとこがあって、そこが DJ ブースあって、そこで初めてやったと思うんですけど、もうないんですけど、あの心斎橋にジュースっていうクラブがあって、そこが一番最初に回したクラブなんですけど、八王子のめっちゃちっちゃい小箱だったんですよね。名前はちょっと忘れちゃったんですけど。クラブチッタとかかな。エクストラバガンザっていう大会があって、それが渋谷のトゥーザコアっていうベスタックスの専門店、機材専門店で開催された時に初めて出ましたね。まあアースリーってとこで。スタート箱 DJ なんですよ。だからもうそのまま DJ お前やれよって言われて、クラブにそのまま入ってて。福岡の今ないんですけどズームって小箱があって、ドンフレックスっていうところで、ガガクっていうススキノなんですけど、神戸にベベルっていう、大阪の i2i っていうクラブムーブっていうところで、横浜にある24っていうライブハウスで、ベッドっていうところなんですけど、僕はナッツのレッドルーム、ね、厚木の AG っていうクラブですね。あれですよ、もう学生の自分らの近い友達が開いてた、今でいう学生パーティーですよね。もう高校生がパーティー開いてたんで、あの時期はなんか友達たちとパーティーを主催して、ほんで夜中オールナイトで借りたんですよ、カフェブルーってところで、ナンバーにあった。それは自分でイベントしましたね。カラオケボックスのなんかこう広い、どう言ったらいい、なんか一室があって結構デカめの、その地元のまあバーみたいな、まあ、その時はクラブだと思ってたんですけど一番最初それこそもう機材揃えてて、まあそのお店の DJ さんと仲良くなって、あの頭の方やってみるかみたいな感じで、確か高校それこそ2年か3年ぐらいだと思うんですけど、やったのが初めてだったと思うんですが、たまたま向かいのゲームセンターでレコードこう足元に置いてゲームしてたら、そのちょっと怖いお兄さんが声かけてきて、音楽好きなのって、で DJ 足りないからやってよってこう誘われて、迷い込んだのが初めてそこで、レコードこのぐらいしか持ってなかったんですけど、その不定期開催のイベントを先輩がやってて、すげえ入ってるイベントで、遊びに来いよっつって、パソコン持ってこいよみたいに言われて、で2時ぐらいに行きなし DJ がされて
セット組まなきゃ DJ できなくて、でだだ滑りしたは覚えてますね。でその時一番に思ったのはこんな音でかいんやと思って、隅々まで聞こえるやんとか思って、これミスしたらすごい聞こえるよねっていう、その恐怖感を味わったね最初は。ターンテーブル買っても3ヶ月とかで無理やりやらされましたね。汗だくなって手こんなんやったっすよ。まあオープンだったんですけど、オープンから MOP のアンチャップをかける1曲目からっていう、もう最悪、ほんと今だから若い子にあんま言えないですけど、ほんと最悪でしたね。めちゃくちゃ緊張してたっすね。オープンで誰もいなくて緊張する必要がないのにめっちゃ緊張してたっすね。しかもその時まあやっぱレコードなんで針が置けなくて、何ですかね、何にも覚えてないですね正直。そもそもルーティン自体もかっこ悪かったし、途中でもう頭真っ白になっちゃって最後までできなかったですね。途中でやめちゃいましたね。めちゃめちゃ怒られましたけどね、そのジャッジの人に。もう全部ガチガチに決めてって、当時レコードだったんで、 この曲はピッチプラスなんとかでみたいなの全部家で1時間のセット作って、もう苦い使いも完璧にしてやろうみたいな、ここでアカペラかぶしてみたいな、でバッチリ仕込んで何回も練習して、もう完璧な状態で挑んで、ちょっとこいつデビュー戦からやばいぞみたいな言わしたかったんですけど、まさかの針の接触不良で全然モニタリングできなくて、もう無残な結果に終わったっすね。1時間ぐらいパートあったんだけど、40分ぐらいで俺の20枚ぐらいのレコードが終わっちゃって、あやべやべってなって、あとなんとなく盛り上がってくれるなっていうのが分かるんですけど、もう BPM 合わせるのとかもうそっちに夢中になっちゃって、もうお客さんの方を見えてなかったです。レコードってこう外側がこう頭出しになってくるんですけど、もう緊張して針がこう震えて置けなかったんで、もうとりあえず針を置いてもこう逆再生しまくって頭に戻すみたいな、まあ自分的には一番最初が今までで一番気持ちよかったっすね。全然だって人いなかったもん、すごい早い時間のオープンだけだった。鮮明には覚えてないけど、別に今とそんなに何だろう変わらない感じかな。極度に緊張するわけでもないし、やりたいことをやるみたいな。一曲目かけたら踊りながらやってましたね、イエーイみたいな、煽ってましたね。パーティーのなんかその段取りというか、そのタイムテーブルの組み方とかも結構パーティーは行ってたんで、中学ぐらいから、だからなんかこう真似しましたね。こう初めはこう若い人とかがやって、12時以降がこうメインの人らがやって、まあ、最後はちょっとこうもう一段落ちょっと落ち着く時間があってみたいな、そういうの分かってたからそれ真似しましたね。めちゃくちゃ緊張して、なんかその人がもう何も食えなかったっすね。でもなんかあんまビールとかそれまですごい好きじゃなかったんですけど、なんかその時終わって飲んだビールがハイネケだったんですけど、めちゃくちゃうまくて、そっから結構ビール飲めるようになったかな。あの点数で言うともう全然もう10点とかなんですけど、出来に関しては。ただ自分のなんかこう狂気みたいなのを知るっていうか、自分の知らなかった一面を知れました。なんかその全くその上がった瞬間とかは俺2日ぐらい寝れなかったんですけど、もう上がった瞬間とか一切緊張せえへんし、もうなんつうんですか、俺の我の場みたいになったんですよ。もうこれ16歳とかのくせに、しかもミスもめっちゃしたのは覚えてるんですけど、かなりなんかいい内容やった気がします。なんかすごいポジティブな空間やったと思う。全然思ってる通りいかず、でもなんかやっぱ人前で自分がかけた曲でお客さんがなんか楽しんでるのはすげえいいなと思って、まあ、そっからもうハマっていきましたね。 DJ で食っていこうとは全く思ってなかったですね。普通に、まあ、その DJ を続けることは考えていて、まあ、自分がすごい今でも師匠と思ってる人が、まあ、その方はもう DJ はされてないんですけど、
まあ、その人がゴリゴリサラリーマンをやりながら、まあ、DJ もやってて、で DJ もめちゃくちゃ上手くて、でそれこそ週末とかは地方でゲストで呼ばれてたりとかしてた人で、そういう DJ のあり方はすごい憧れていたので、その DJ で飯を食っていくというよりかは、その自分の仕事をしながら週末がっつり DJ をするっていうのをすごい意識していたのを覚えてます。なんか DJ で食っていけるもんだろうと思ってて、それでずっとやってたっすね。なんか社会人とかになることは頭になかったんで、それなんか好きなことをやってみようみたいな。もうほんと、まあ、家で毎日起きたら練習して、寝る前練習して、そうですね、練習は絶対欠かさなかったっすね。大会出て日本一になることしか考えてなかったんで、その先にどういう世界景色があるのかっていうのはそこまで考えが及んでなかったですよね。でもその日本一になっ、まあ、大会で優勝したりした時に、その次の景色が見えた時に、あ、ここをゴール地点にしたらダメだっていうことにまあ気づき出して、そっからただ 2、3年はやっぱりどうしたらいいんだろう、どうしたら仕事になるんだろうっていうのは、もう自分がこう現場をこなしたりとか動きながら一つ一つ理解していって、で徐々に形ができてきたっていう感じですかね。うん、だから仕事にしたいなっていうよりは、だんだん意識してる、することによってだんだん仕事が増えてきたっていうか、うん、まあ、当時そのクラブ DJ って東京中心だったと思うんですよ。で名古屋、まあ、大阪はその頃南くんとか弁慶くんとかやっぱ名前聞くようになってて、で名古屋でもやっぱいい DJ いるけど、なかなか全国に飛び出してけれないっていう状況があったんで、一旦ニューヨークに修行に行って、で何度かプレーして、で帰ってきて作ったテープを東京にこういろんなディストリビューターの皆さんのところに持ってって流通させてくださいっていう風で始めたんですけど、なんかその当時言ったら自分と同じ年齢同じ世代で DJ やってる人っていなくて、うん、行ってる学校にも、もう行ってた学校にもそういうの好きな人もいなくてみたいな、うん、でそう考えたらなんかその一緒になんかやって、一緒にレコード買いに行く人とかそういう人もそこまでいなくて、でそのでも言ったらでもいろんなとこ行った方がいいかなと思ったから、そのダンサーの人が周りにいたらとか、ダンスのイベントなんか行けるイベント行けるライブとかはもう全部行くっていう、渋谷でラップの日本語ラップのライブ、そう日本語ラップのライブ最前列みたいな人、ただ働きが多かったりとか、必要なんか先輩を食ったりとか、家にレコ持ちしたりとか、もう関係ないレコードまで運ばされたりとか、なんか当時はこのクラブにこうヘコヘコしとくといいことあるとか、なんかそういう見えない力があった時代だったんで、まあなんかそういう時代も経験できてよかったのかなみたいな。まあそれが仕事につながるかはちょっとわからないですけど、自分の中で意識というか持ってるのはバランス感覚とかは大事にはしてますけどね。まあゴムが緩まないように、なんか自分のそういうずっとこう情熱を持てるようになコツを持っといた方がいいかな。まあそれも継続につながりますよね結局。30歳回ってくるとみんな辞めていくんでね大体。うん。大体こう見限ってくるから食えてない人は抜けていきますよね。今でも怪しいと思ってる。いつもなんか危機感あるし、この先どうなるかもわからないし。どっからってないかもしれない。なんかいつも不安はあるし、
もちろん上手くなるとかあの DJ の練習っていうのはもう大前提でまずそこあってその音楽に詳しいとかもうそんな一回置いといても必ずそれは絶対みんなが必要なものでお金払う人が何を求めてるかっていうところはやっぱりだいぶ気にしてたんですね。結局だって雇い主なわけじゃないですか。 DJ 上手くても、まあ、例えばサラリーマンの世界でもあると思うんですけど仕事はこいつできるでも性格悪いから一緒に仕事したくないってやつっていると思うんですよ。 DJ でも同じで DJ は上手いでもこいつと一緒のパーティーすると自分のテンションが下がる、そういうのってあるじゃないですか。そこはだから気にしたっすよね。で人は少ないから適当にやるんじゃなくてしっかりやっぱりクラブで働いてるスタッフとかもオープンの準備しながらとかまあ聞いてくれたりとかしてて、でやっぱりその頃のやっぱ人と人の会話の中でその名前を広がっていく時代やったん でどんだけ小さくてもどんだけ人少なくてもしっかり DJ したらそのクラブのスタッフがまた別の店飲みに行ってる時に最近若い EDJ おるみたいな話の中でフォレストっていう EDJ がいるよみたいな感じじゃちょっと俺の店もみたいな感じで結構コツコツ一個一個やってって、まあ、いろんな仕事はもらえたかなってのは思います。先輩たちとこう気さくに喋れるようになったりとか、なんか同い年の奴らとかともなんかこうもっと広がって喋ったりとか、まあ、肩組んで話すぐらい仲良くなったりとかしてあいつとなんかやってみようやみたいなきっかけをこう飲みに行って、まあ、ゲットしたというか、もちろんそこは音楽の場所ですけど、現場の DJ したかったら現場に行くのが大事でしょうね、やっぱね。なんか絶対あと3日くらいで人って飽きてくるから、そこをやっぱ工夫してこうちゃんとターンテーブルとかパソコンとかの前に座る、前に立つっていう頭の使い方はしてますね。例えばだけどちゃんと新譜もチェックして、そのだから俗人とかの練習とかをちゃんとしてないといいプレーできない、いいプレーしないんだったら次呼ばれないとか、そういうのはもう勝手に分かってたから、誰か先輩に言われたわけでもないし、こうしなきゃいけないこうしなきゃいけないなんてそういう部分で誰かに言われたことはないけど、そんなのもう自分で分かるじゃん。やっぱサボってたらサボってた分プレーに出るし、やったらやった分プレーに出るから、それが結局その箱との要はその連携というか、その遠いところと近いところを両方見るようにしてます。近い人たちができることって自分でもできて当たり前とか、できないとダメなんだなっていう、なんです、例えば、まあ、日本人、同じ日本人だったらできて当たり、同じ近い存在の人だったら、まあ、できて当たり前、もしくは自分も努力したらそれぐらいはやらないといけないっていう近い目標というか、で遠い目標の人たちは俺でここ行けるかなっていうちょっと遠い目標というか、このこういう人たちがこういうことをしました、これに行くためにはじゃあどうしたらいいんやろうとかを考えたりとか、まあ到底無理なこととかもあるじゃないですか。そこにじゃあちょっとでも近づくためにはって逆算して考えたりとかめっちゃしますね。就職したのが広告会社のデザインで就職したんですけど、とか、まあ、コピーライターみたいな感じで就職して、で仕事していく上でその学生時代は DJ もやってたし、あとアパレルとかで働いてたりしつつ、レコード屋でもバイトしてたりしてて、結構やっぱ音楽に近かった感じがあって、でそれが一回途切れてこう、まあ、全然違う業種で働き始めると、まあやっぱなんだろう、その時やっぱり学生の時にやってたやっぱりその感情がどうしてもなんかやっぱ音楽やりたいなっていう感情があって、それでそれでやめて音楽業界に、まあ、転職したって感じですね、うん、そこがきっかけで、まあそれレコード屋さんなんですけど、DMR っていうレコード屋さんで、そこでバイヤーで、雇ってもらって入って仕事をしつつ、まあ、レコヤ関連の人だとイベントをやったりとか、まあ
その時は講師ともに音楽な感じで、平日は仕事やるけど、まあ、レコードとか音楽関連に携われるし、でレコードのプレスもやったり、海外との交渉とかもいろいろやったりとかしつつ、金土はそういう業界の人らとイベント DJ やったりとかっていう感じの、まあなんかがで増え始めた感じですかね。まあ、SNS のこう進化だったりとかテクノロジーの進化によって、やっぱり結構そうマルチなことができないとこう生活していく上で結構まあ大変だなって思ったりとか、もちろん DJ だけでやってる方もいらっしゃいますけども、かといってその人が SNS やってないかって言ったら別になりますし、いろんなことができるっていうことに結構魅力を感じてからは、まあ、DJ も一つの要素であり、そこから派生する仕事であれば、まあ、僕は結構何でもいいんじゃないかなっていうふうには思って、なんていうんですか、 DJ はあくまでも趣味の範囲でやっていたん でその DJ でお金稼げて仕事になるっていう考えもなければ、それ どんな人がそうなってんだろうっていうふうに調べることもなかったですし、だから多分あくまでも友達の前とかその自分のやりたいところで DJ やりつつ仕事してるっていうスタイルで自分は満足してたと思うんですよ、その時で。まあ笛法の関係とかでクラブがすごい潰れちゃった時に、そのタイミングにまさにもう DJ で飯食っていけるとこまで頑張ってみようと思って東京に出たんですよ、拠点を東京に移したんですよ。まあ貯金が尽きるまでは DJ だけちょっと頑張ってみようと思って仕事もパッと辞めて、でもちろん最初東京出てすぐに DJ の営業なんか何本も取れなかったですけど、まあでも僕そのずっと藤沢に住んでるんですけど、まあ横浜に住んでたりとかしてたんですけど、まあ毎日東京のクラブに行ってましたね。失敗ピンチ、俺が悪くないんですけど、いつもパーティーやってた横浜のちっちゃな箱があって、すごいなんかやり始めたらだんだんパーティーも調子よくなってきて、わ楽しいなってなってたら、隣のもうほんともう5メートルぐらいしか離れてないパチンコ屋が火事になって、お店もあのパーティーできなくなっちゃってみたいな。そう、やっぱその時お酒もう全然強くなかったんで、起きたら昼の3時ぐらいにベノスの裏の自販機って倒れてたことがあって、それはだいぶ失敗したなと思ったっすね。酔っ払いすぎて気づかれてはないんですけど、同じ曲同士をつないで、でも、まあ、一回しでかけてないんでバレてなかったんですけど、酔い冷めましたね、だいぶ。あ、もう気がついた、頭真っ白でもう曲終わってたみたいな、それもレコードの時なんですけど、もう急に音ピタッと止まったと思ったら、あ、終わってるみたいな。機材トラブルで音が止まって、で、まあ、その盛り上げないといけない時に全然盛り上がれない選曲をして、もう人をほとんど帰らせてしまったこと。あとサンプラーが Z とか X のこのパソコンで言うと、コマンドの上ぐらいに ZX とかサンプラー鳴らすとこなんですけど、ミックスしてテンション上がってサンプラー押そうとしたら、コマンドと Z 両方押しちゃって、一個前に戻るみたいな。顔出し、この、先輩のこの顔出し行かないといけないから、みたいな、ので、なんかでもお金全然なかったんですよ。なんか交番のお巡りさんに500円借りたことあります。明日返すからって先輩に借りに行って、で4時ぐらいにインしようみたいなって時に、まあもう時間めちゃくちゃあったので、いろいろ回りながらクラブを、でご飯も食いながらっていうので、多分もう体が満足しちゃって、ホテルで寝ちゃったんですよ。で気づいたら、4時40分で、気づいたらっていうか、そこのクラブのオーナーに起こされて。あと、パソコンを持っていかなかった時があって、
極力合わせたいなとは思ってたんですけど、今北海道にあるのバレーボールチームでボレアス北海道っていうチーム のホームゲームオフィシャルでやらせてもらってるんですけど、そこってほとんどそのナイトクラブのお客さんっていうのは全く来なくて、まあ、子供とかファミリーなんですけど、まあ、こうゲームの企画としてリクエスト曲ある人みたいな話になった時に一曲も分からなかったんです僕が。で5曲ぐらいもらったんですけど1曲もちろんパソコンには入ってなくて、なんかその辺改めてやっぱりアップデートしなきゃなっていうのは今感じてるとこですね、はい、もう間違いなく性格でしたね。やっぱりめちゃくちゃ練習してたんで、もう俺が一番うまいって当時は思ってたんですよ。もう誰よりもうまい、自信もある。でもそれがやっぱり人間関係とか、まあ、愚痴につながってて、やっぱりあの先輩は下手だとか、この人より俺の方がうまいのになんで俺を使ってくれないんだとか、それが人間関係に出てっちゃってるっていうか、今だったら大人だったからちょっとこう、まあ、これは言わない方がいいかなとかいうのあるじゃないですか。でもその時は若かったんで全部口出してたし、で当時の一緒にやってるクルーもなんか今思うと優しくしてくれてたのかなっていうのはあるんですね、うん、多分相当めんどくさいやつだったと思うんです当時は。ほんまになんか練習だけしたくないみたいな時もありましたね。なんかもうターンテーブルこいつだけが嫌いみたいな、これ世の中こいつだけなくなってくれたら俺幸せになれんのになみたいな瞬間はありましたね。これさ、だってもうどうしてもできひんとか、どうしても勝てないとか、どうしても思いつかないみたいな時期とか、もうこれさえなくなったらもうほんま幸せなのになみたいな時とかあったけど、でそれで半年くらい結構もう体重とかも何でか知らんけど15キロくらい落ちたりとかもあって、なんかその時でなんかその時にでもやめるみたいな選択肢もあったんですけど、ほんま正直でもこんな嫌いってめっちゃ好きやんってなって、逆に俺バリ好きやんこれってなって、そっからはなんかこう吹っ切れたようにとんでもない時間毎日やるようになりました。最悪かどうかは分かんないですけど、やっぱりニューヨークにいた頃っていうのは、やっぱりこう何回も僕、クビになりましたし、それはクビを宣告されるたびにやっぱり最悪な気持ちになりますし、でもだからこそこう、もっとやるなっていう気持ちにもなるし、なんか、ある意味、本当に勝負の世界じゃないですけど、ちゃんとフロアをロックできてたりとか、一晩ちゃんと、DJ としての仕事を果たせるか果たせないかで、ちゃんとそこを、ジャッジしてくれるっていう部分では、まあ、良かったですけど、まあ、首切られるっていうのは最悪な経験ですよね。レッドゾーン始まりは、だから、なんだろう。まあ、ハニーディップってもそこそこ入ってたパーティーだし、そこが抜けちゃうってことになって、白羽の矢が立ったみたいな。もう全権任せます、名前から何から自分で決めてくれ、ただ入んなかったらすぐ終わるよっていうのはもう今より厳しく言われてたし、誰とやるのがベストなのかとか、もうちょっと俺よりなんだろう長けてるやつとやった方がいいのか、同じ目線のやつとやった方がいいのかとか、いろいろ考えて、俺がその時、今はまあ頭使わねえけど、その時一番考えたかな。ターニングポイント、そうですね、そのミックステープを作るっていう発想をまず教えてくれたというか、まあその当時やっぱムロさんのテープとかよく買って聞いてたんですけど、まあ名古屋から作って、あ、日本に発信できるんだなって教えてくれたのは、名古屋のあのイルマリアッチの DJ ハズさんとか、まあハズさん、ズバリハズさんですね、はすごい影響されました。自分たち主催の自分たち用のパーティーみたいなのをね始めたので、したらサガゾンビのね人たちにまあ出会い、で、サカゾンビのライブ DJ やらないかっていう
お話をいただいたのよ。で、まあ、釈迦ゾンビだから当時日本語ラップのね、もう大スターなわけ。で、まあ、ライブ DJ とかで、こう、一緒に、まあ、やらせてもらうようになって。で、まあ、俺らなんてこんなちっちゃいとこでしかやったことなかったのに、もう彼らはもうさ、営業とかも地方とか、こう、人パンパンのところでいろんなとこでライブとかしてて、そういう景色を見るわけじゃん。やっぱ人パンパンですげえ人気で。そういうのを目の当たりにして、こう、自分もこうなりたいって思うようになったんじゃないかな。その前やっぱ、ムロ君と知り合いになったことがまた結構でかいかな。だから、もう俺とか普通にただのヘッズで、こう渋谷とか歩いてるムロ君見て、あ、ムロだ、本物だ、みたいな感じだったのが、なんかムロ君のお店、なんかちょいちょいその客として行くようになったら、まあムロ君がなんかよくしてくれて、まあよりだからヒップホップ好きになるっていうかさ、ムロ君がいろいろ教えてくれるから、それが楽しかったのもあるし、その楽しさの過程で、途中でこう自分たちでこうイベントやったり、それでシャガゾンビに誘われたりみたいなのがあるから、まあターニングポイントとか、そもそもムロ君ファンみたいなとこじゃん、まず。最初 DJ 始めた時に出てたイベント、京都のイベントで、東京のやっぱ DJ さんが来た時とかで、その東京で、のそのから来てた DJ さんのプレイを見た時っていうのはやっぱりなんかその京都にいた時とはまた違うなんかこうスタイルがあってすごい刺激を受けたんで、まあ、その時と2番目はでもなんか DVD の中にいた健太郎くんですね、はい、それでクラブ DJ しながらなんかそういう DVD DJ の DVD とかも好きで見てて、その時に世界チャンピオンだった健太郎くんのプレイを見た時もまたなんかクラブプレイは全然別の バトルのこう DMC DJ さんのそのルーティーン、メッセージの6分間のルーティーンみたいなやつっていうのもやっぱりすごい、それもやっぱすごく刺激になりましたね。僕はやっぱニューヨークにちょっと拠点を移そうって思った時だと思いますね。だからニューヨーク行く本当に2年ぐらい前ですかねぐらいから、やっぱりこのままここで DJ してても、やっぱりどうしても自分のクラブ DJ として、理想の形にはいけないんじゃないかっていう疑問を自分の中で持ち始めて、そういうのもあって、やっぱりその自分が一番目指しているスタイルを日本で貫いてらっしゃる、やっぱりそのレッドゾーンの DJ 小屋さん、看護さんっていう人のそばで僕はなんか、一旦ちょっと勉強しようっていうのもあって、やっぱりその小屋さんに使わせてもらったっていう、そのタイミングがやっぱ自分の中ですごい起点になりましたね。ターニングポイント。ターニングポイントはレッドブル3スタイルじゃないですか、やっぱり。そのレッドブル3スタイルっていう大会に出だしたことですかね。まあ DJ のスタイルもそのあたりですごい変わったし、なんかその DJ する時の姿勢とかも変わりましたね。なんていうんですか、それまでは結構その無機質じゃないな、無表情というか、こう黙々とこうやる方が好きだったんですけど、まあ、その大会に出てからこうお客さんを煽ったりとかもしなきゃいけないっていう、その自然に出てくるこうパフォーマンスっていうのがあんまりこう自分には得意じゃなかったんで、その一皮向けたような感じはしましたけどね。そっからやっぱりその意識もね変わりましたからね、ターンテーブリズムに固執してたものが、まあナイトクラブのパーティーを知って、クラブ DJ っていうものもちゃんと理解するようになって、うん、選曲の大事さを知ってとか、うん、それまではお酒の飲み方も知らなかったですからね、そんなに。2006年くらいにやってたハリウッドっていうパーティーかな、オンジェムで。オンジェムでやってたハリウッドっていう、まあ、多分日本で最初の、まあ、オールミックスと言われる言葉を作ったパーティーだと思うねんけど、で、オープンフォーマットっていうものを、だから当時 DJAM とか、バイスとか、なんだこの人たちはってなって、ヒップホップの DJ が四つ打ちかけんのみたいな。昔の曲めっちゃ書けるやんとか、これをやろうってなって、これはかっこいいってなって、
そこでソウルフリーっていう毎週水曜日やってるパーティーで、ほんでそういうのをトライし始めたわけよ。ハウスとかかけたり、80s とかかけたり。で、まあみんな、まあディスってくるよね。うん、みんなディスるわけよ。お客さんもなんかこう、ハテナマークみたいな。何してんや、勉強。ついに気が狂ったらしいっつって、みたいな。なって、で、そこで、まあ当時付き合ってた彼女がいて、で、俺の味方はもう彼女しかいない、みんな全員敵みたいな感じの状況にも、そういうこう体感なんか感じるぐらいの状況になった時とかあって、ターニングポイントになったっていう部分で言うと、それ流行ったのね。で、当時最先端なパーティーで、ほんで当時のそのファッションで結構有名でエド・ハーディーっていうブランドが手伝ってくれるって言ってサポートさせてくださいっていう感じで、結構すごい協力的な感じで来てくれて、でそれで一緒にやりましょうってなって、ほんでまあアパレルのそういうサポートって結構説得力あったりするやん。やっぱそのこうエッジの効いたパーティーやろうと思ったらファッションついてるっつって、当時ファッション系とかいうファッション系イベントとかそういう言い方とかしてたと思うんだけど、でそれでナンバーのそういうエド・ハーディの実店舗のスタッフとか、その言ったらモールの仲間たちが最初来るようになって、でそっから言ったらクラブシーンの中でも最近こんなんいけてるらしいみたいなで集まってくるようになって、でうまいこと流行ったね、あれは。でその時に思ったのが、あ、新しいムーブメントって作れんねんやっていうのをすごい感じた。でも30歳の誕生日に初めて僕ニューヨークに行ったんですけど、その時になんか自分のその、音楽に対する思いだったりとか、まあ DJ に対する思いだったり、あとはまあ自分の生活に対する思いとかっていうのも結構ニューヨークの街で生活してみて変わったかなと思います。まあカナダですかね。カナダ行って、DJ 人生がどうのっていうよりもなんかまあ価値観とか、その DJ に対する姿勢とかが変わりましたね。で最近で言うと、やっぱニューヨークのゴールディアワーズ、あれは多分一番変わりましたかね。DJ としての転換期としては、やっぱクラブしかやってなかったところで、まあこれもニューヨーク行った時見た時に、やっぱ海外の人って昼間も DJ してて、昼間もお金を稼いでるなっていうのをすごい感じたんですよ。で自分もなんか昼間バーで DJ、 そのトップ、ニューヨークのトップ DJ とか昼間バーとかでも DJ してて、お前もやるかみたいな感覚で毎日のようにそういうとこもやってて、プラスラジオとかもやってたりして、まあ、夜だけじゃないんだなと思って、日本はまだまだ昼間 DJ する場所が少ないと思うんですけど、まあ、昼間で DJ できる場所を探したいなと思った時に、まあ、その野球チームの方から声かけてもらったんで、でまあ今でもやらせてもらってたんで、やっぱその昼間の DJ としてお金を稼げる環境になれたっていうのは大きな転換期だったかなと思います。あ、もうこれだなと思ったのが、ネパールで DJ した時に、結構ネパール行った時文化の違いで感じる部分が結構多かったんですね。ネパールの文化としてイエスっていう、まあイーとかイエスって意味をみんなこう、首を横に振るんですよ。私それはちょっとわかんなくて、私的に DJ しながら、もうなんかだんだん自信がなくなってきちゃったね、最初。何がいけないんだろう、こんな盛り上げてるのに、何がいけないんだろう。この曲でラストでいいよねって確認した時にも、首をやっぱ振るわけですね。で、DJ しながらも首を振るから、もう私も全部ダメなんだと思ってしまって、否定されてると思ってしまって、悔しくて、いや、本当に今日は全然ダメだったと。みんなのことを、いつもどの現場に行っても盛り上げたい、一緒に楽しみたいと思ってるのに、否定されてると思った。うまくいかなかった。って言った瞬間、もう結構私も泣いちゃったんですね。ああ、でもホテルでもワンワン泣いてて、どうしようと思った時に、たまたまインスタで、DM で、地元の先輩が、ネパールはイエスを首振るから気をつけてねって、たまたま DM くれてて、やっぱこう、国々の文化に対して、私は、こう、自分の気持ちだけを押し付けてしまった。まあそのことが私は、もう自分に、申し訳ないことをしてしまったっていう悲しさで、もっと泣けてしまって、最終日なんですが、
BJS に行くのタキタキが一番盛り上がったんですよ。そのいろいろかけた中で、あ、もうこれだと思って、もう最初も座ってた、ポカーンって座ってたお客さんとかも、みんな前に来てくれて踊って、ビールも飲んで、みんなで乾杯して、汗もかけまくって、T シャツももう実際脇汗だらけなんですよ、もう。もうそんなん気にしてないで、もうこれだみたいな。で、やっぱネパールはそのバーだから、クラブじゃないから小さい子供とかも来てて、みんな楽しんでるんですね。で、みんなで、おーみたいな、ダンスしてるねみたいな感じになって。で、まあ私はその時の現場が、こう、なんか忘れてたものっていうか、淡々とこなすんじゃなくて、あ、なんか DJ ってこれなんだなっていうのが再確認できた日でした。なんかそれが思い出のパーティーというか、なんとなくそれが今後の目標、まあやりたいことの目標につながってるかなっていう分岐点というか、だからターニングポイントかなっていうふうに思いました。ちょっと話が長くなっちゃいましたけど。インスピレーションですか？まあでもやっぱニューヨークだったり LA だったりのトップ DJ のかけ方とかかけてる感じとかがやっぱ好きなんで、まあファッションは好きだから、それは常にこう何がいいかとか音と同じような感じで追っかけてる感じかな。やっぱ動画が昔から好きでめちゃくちゃ見てますね。あのビデオ VHS 時代から見てて、結構気持ち悪いぐらいに覚えてるし、何回も見てますね、その好きなルーティンとかは。まあでもやっぱジャージージェフとかはよく見てますね、そのいろんなビデオと、はい、やっぱ DJ に関してはやっぱしこう先輩の DJ 聞いてるのが一番影響は受けますよね。アメリカのナイトクラブかな、ずっと言ってるんでね、はい、ちょっとゴム的なのがこう伸びてきたなと思ったら、ずっと言って締める感じですよね。やっぱずっと言ってるけども、20年以上未だにでも刺激くれますよね、何かと。あと結構 DJ って DJ じゃないところに影響されて上手くなる部分って結構あって、僕の場合だと音楽を作るってことだったんですけど、それが大きい部分では音楽作ることによって DJ が変わったんで、僕はかなりあの機材のアップデートが大好きで、それをこう常にこう新しいものを探してで、まあ、こんなことできるんだっていうのがモチベーションですね、一番。なんかバラバラなんですよ、なんかこうバラめっちゃ考えて作る時もあるけど、そういうのはあんま多分人それぞれあると思うんですけど、僕はそうこう道筋立ててやったりするとそのあんまいいルーティンにならないことが多くて、できるだけその1時間2時間とかも編集とかも全部込みで1、2時間の間にできなかったら、もうここ2年くらいのルールなんですけど、もう作らないみたいなルールにしてます。なんかもう2時間ぐらいでできひんかったら、もちろんその付け足しは OK なんですけど、大まかな流れとして、まあ、1時間2時間とか集中力の持つ間にもうできなかったらもうそれは捨てますね、もう最近は。もう僕は結構人の DJ 聞いてモチベーション上がるタイプで、やっぱりなんかアウトプットDJ でする際やっぱりインプットがやっぱり僕はすごく重要だし、まあ、多分何でもそうだと思うんですけど、その中でもやっぱり他の DJ だったり、あとはそのすごい型にはまってるというよりかは結構斬新なプレイしてくるような DJ さんすごい好きで、そういうプレイスタイルの DJ さんは好きで、まあ、そういう DJ さんの動画とか、まあ、今って言ったらもう、ね、YouTube とかインスタとかいっぱい動画上がってるんで、やっぱそういう実際見れないけどメディア通して見れることが多いんで、そこは結構最近インスピレーションすごい受けますね、うん、あの本当に音楽好きな人たちとか本当にヒップホップが好きな人たちとかをロックできた時っていうのはやっぱこうイメージトレーニングとしてもやっぱやるんですけど、やっぱ嬉しいじゃないですか。まあその
両極端なとこで言う全然初めて来た子たちも楽しませれたっていうのも両方モチベーションですね。だから音楽じゃないですかね、新しく入ってくる、なんかやっぱ飽きるんですよね、やってて。かっこいいつなぎとか、これをかけたいからこれとつなげてなんか作ったらめっちゃいいじゃんみたいな、なんかそういうのの組み合わせでこう自分のプレイが決まってくると思うんですけど、なそれとお客さんがこうマッチした時楽しいんですけど、もう2回目とかになってくるとやってあることだから飽きてきちゃうんですよね。だからなんかもっと違うアプローチもしたいなと思うし、うん、しばらく寝かせてたものを掘り返してやってみたらよかったりともあるし、でもなんかやっぱ素材が変わらないと刺激にならないんで、新しい音楽入ってきたら、うわこれかっこいい、これかけたいっていう思いが結構、あこれどうやってかけようとか、これ早くかけたいから早く DJ したいなとか、そういう気持ちにはなりますね。はい。それこそ今みたいなこうナイトクラブビジネスがすごいこう発展してなければ、まだまだアンダーグラウンドな部分であれば、自分のパフォーマンスだったり自分の世界観を全面的に押し出して、それが良しとされている、良しとされてたと思うんですけど、でもここまでやっぱりナイトクラブっていうものが大きくなってビジネスとして成立しだしている中では、やっぱりどうしてもその自分のエゴだけではやっぱりできない部分が多分ほとんどだと思うんですよ。なんかバランス、エゴもやっぱ出さないといけないと思うんですよね。もちろんそうオリジナリティにつながるじゃないですか。でもただそればっかじゃダメだし、もちろんパーティーなんで、あんま固いこととか抜きに、やっぱその場の空気を読んだりとか、そのテンションを感じてやることってものすごい大事だと思いますけど。でもまずはやっぱ滞在がまずまあ明らかに分かるので、まあ、滞在させるっていうのと、あとはやっぱり盛り上がりと、まあ、ドリンクカウンターまで見えるとか見てますけどね。例えばワープだったら右見て左見てボトル出てねえなとか、あとは手前にお客さんの表情見たりとか、なんかタバコ吸ってんなみたいなこのクラブはどういうところに行きたいかとかも聞いたりしますし、オーガナイザーとか周りに DJ 何がしたいのこのパーティーみたいな、その将来的にどこを向かってるのとか。まあでもやっぱせっかくオリジナルとか作ってるんで、よくよくはなんかこう、まだ結構やっぱ営業プレイしなきゃいけないみたいな立場なんで、あれなんですけど、アーティストっぽい DJ をどんどんやっていきたいなっていうのは、まあ理想としては昔からずっとあって、まあできるのであれば実現したいなっていうのはあるんですけど。一時 EDM バンバン行ってた時は、濃いとこ行っちゃおうみたいな。その時はお店新しいのかけてって言ってたんで、あんまり EDM の中でも濃いとこ、を攻めるようにして、うまいことバランスは作ってましたね。だとやっぱり結構 EDM を張るとかもやり込んじゃうと、結構またヒップホップの書き方も変わってきて、聞き方、音楽の聴き方も変わってくるじゃないですか。まあイントロから使うのかとか、なんかそういうのをどういう曲だったとか、まあ、例えばキーとかもそうですけど、 BPM とかこの曲だったらこの曲が合うとか、頭の中で結構かなり整理しておかないと、現場でこういざ思い出せなかったら違う方向に行ったりとかして、自分のグルーヴは生まれなくなると思うんで、そうまあ記憶力とか結構大事なんじゃないかなと思います。やっぱ比較的新しめの曲中心になっていくかなと思うんですよね、この 4,5 年というか、うん、でやったりやっぱいきなりラップから入るのが難しいかなってこう判断した時は R&B とかから入ったりはします。でもやっぱり俺 DJ なんで、まあ、DJ なんでっていうか分かんないですけど、やっぱ少なからずこうみんなが好きなものが好きになる傾向ってあるんですよね。まあ大衆的なDJ っていう感じなのかもそれは知れないですけど、どうしても人が好むものをかけたがるっていうか、まあ、好きに
なっちゃうんでしょうね。だからなんか最初にあったものが偉いわけでも何でもないし、なんか常に刺激のあるものがどんどん入ってきてるんで、なんかそこにやっぱついていかなきゃいけないし、見ないでおこうみたいなことはできないですよね。いろいろ見て、で、まあ、やらなきゃいけないことはやる。でもなんか、ちゃんと自分のやりたい部分もあって、そういう現場も作るみたいなバランスでやるのが一番今いいのかなって。なんかでも自分の中ではあるんですよね、そこ、ラインが。そこをずれてしまってる時はやっぱりあんまり受けないですよね。お客さん、なんか、やりすぎてんな思ってパッと見たらやっぱりちょっとなんか引いてたりするし、まあ、客の顔をよく見ろって言ってますね。自分がかけて自分が満足するのじゃなくて、やっぱりこう客を踊らしてないといい DJ だとは言えないので、その時の自分の気持ちに合わせるです。自分の気持ちに正直にする。ちょっと今日合わせようかなと思って、合わせて盛り上げようかな、できるだけ。ちょっと今日これ、もう、これかけたい。どうしてもこれやりたい。の時はそれをやるし。だから三振する時もありますよ。ホームランの時もあるし。結構なんか不器用なんで、自分本当にそういうとこ。なんか、他の人に比べて。ホームランの時はすごいのやつですけど、結構三振も結構ありますね。うわやっちまった、取り返しもつかないや、まあでもいいかもこのままやろうかなって。でも最近は結構プロとしても呼ばれて、なんかまあ盛り上げできるだけ盛り上げようかなって準備はちょっと しますけど、でも自分なりにっすよね。なんかもうできないことはできないんで、自分が経験してきたものでできるだけ盛り上げたいなっていう。あんまり気にしてなくて、で例えばその大きいクラブでクラブプレイしながら、なんかこれ言うていけんじゃねえっていうとか、やっぱり行こうって常に思ってるし、でもやっぱそれはもう流れ崩さず、クラブの流れ崩さず、なんかまあ一つの出し物じゃないですけど、まあ、そんな感じで見てますね、クラブでプレイの時は。 DJ やっててよかったこと、早い時間に起きなくていい、あとは昼間子供と遊べる。DJ に限らずやっぱり好きなことに飯食えてる時って本当ストレスないじゃないですか。それが一番いいことじゃないですかね。めちゃくちゃ大富豪も僕と同じ音楽を聴くわけで、お金なくても僕と音楽一緒の音楽を聴く人はいるわけじゃないですか。服装が違ってもヒップホップ聴く人もいれば、ロックの服、ロックっぽい服装でもヒップホップ聞く人いたりとか、いわゆるもう境界線がないんですよね。ここまでがこうとかっていうのはないっていうか、それが本当に面白いっていうか。やっぱ曲変わった時に、まあ当時今ヒップホップの DJ なわけで、当時のヒット曲とかやっぱあるわけやんか。でそのヒット曲、当時の最新のヒット曲とかかけた瞬間にお客さんがドンドッと湧くみたいな、その時はこう DJ 冥利っていうか、これ多分 DJ じゃないとこの快感なかなか味わえないよねっていうのは最初に思ったことかな。普通に帯のパーティーやってて、で一晩で5人回したのかな、5人回してて、で僕が一番最後やったんですよ。時間、タイムのもらってる時間が、まあ、クローズっていうんですかね。それの時に、なんかその日すごい一番最初の DJ からすごい流れが良くて、でなんか今日いいなみたいな瞬間があって、で最後僕で、で僕もそのいい流れのままなんかすごいいい空気で追われて、ちょっと感動を覚えるほどのなんか一夜があったんですよね。いつっていうのを覚えてないですけど、それの時が一番最高やったかもしれないですね。自分のテンションで
多分これそういうテンション上がってない時じゃないとミックスしないだろうなって曲もミックスして、でもそれで盛り上がるみたいな、なんかその場の雰囲気というか会場というかこのフロア全体のなんか雰囲気にちゃんと自分が入ってる感じの時が一番テンションがあっていいと思いますね。 NHK もあの DJ は DJ 行くっていう紹介があって、そっから2秒俺が抜かれるっていうカメラあの展開があったんですけど、生放送でその2秒に難しいスクラッチを一瞬だけ入れたって入れるっていうのも決めてて、それがあのそれを、まあ、実際やったんですけど、そこに気づいてくれる人は本当にまあ一般の人はもう分かんないし、 DJ もスクラッチやってる人しか分かんないぐらいのことなんですけど、まあそこは自己満だったりもするんですけど、でもそれを分かってくれる人があの結構どの分野ダンスでもまあ他のストリートカルチャーパフォーマーでもそこを分かってくる人が多いんですよね。その一瞬のそういったちょっとエッジを利かせたスクラッチとかを見てくれてる人は結構日本で活躍するトップランカーのいろんなさまざまなアーティストとかパフォーマーが気づいてくれる、そこでまたなんか次の仕事が生まれるっていうことが、まあ、結構ありますよね。あ、そうですね。なんか好きなんですよね。なんかこうお祭り男っていうか、こう一つのことをコツ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 準備して、そしかも一瞬花火の一発みたいな、その一発だけ、そうしかも6分とかなんですよ DMC とかって。なんかすごいなんかバカ野郎のすることじゃないですか、なんかそれって。しかもそれであの生活できてるやつとかもあんま実際あこれはカットかなあんまおらんかったりもしてたから、 それやのにみんなもうほんま一人とかなんですよ、なんか食えるやつって。その中でそのためにコツコツやっていって、しかも僕やってた時最初はアナログレコードとかやったから、あんなん針飛ぶんすよ絶対に。その絶対に飛ばん、家とかどこでも飛ばんみたいなやつとかでも、その一瞬のミスとかであんなん飛ぶじゃないですか、髪乗ってるだけなんで、あれ。そんなんの一発とかでもうその1年おじゃんにしてるプロとか見たりとかしてたんですけど、そういう世界みたいなのがそのめっちゃやばいなと思って、そのなんか熱すぎるやろと思って、この世界と思って、そうです、楽しいんですよね、とにかく。なんか、うん、緊張もするし怖いし、ミスったら恥もかくんですけど、その分なんか、まあ、成功したらもちろん嬉しいし、成功しなくてもなんていうんですか、俺家庭が好きなんで、その本番の一瞬とか終わった後みんなで酒飲んだりとかも楽しいですけど、そのやってる時の家庭、その不安な気持ちとか怖いなとか思う、もう明日ほんま緊張するなとか思うけど、そんなんとかも後から考えたらめっちゃ楽しかったりするから。クラブ DJ とかさ、バトル DJ とかさ、いろいろ DJ って言っても今いろいろあるじゃんか。だからそのちょっとした部分ではいろいろ変わると思う。例えばクラブ DJ だったら本当に客を見る目と、それをこう脳に伝えなきゃいけないし、それをちゃんとこう手でまた動かしてっていうさ、もっと動物っぽい人間っぽいなんかが必要になってくるけどさ、そういう客の目を見るとかさ、表情を見るとかっていうの大事になってくるけど、バトル DJ はそこいらないけど、逆にものすごいこうテクニック技術をやっぱ磨かなきゃいけないじゃん。でもそれもやっぱ結局努力だと思う。やっぱやり続けることかな。ある程度自分のやりたいこう芯を持って、それをぶれずにやり続けることが俺やっぱ一番だと思う。別にそれ DJ だけじゃないんだろうけど、うん、一言で言ったらやっぱやめない、続けること。自分だけで考えると DJ をずっと好きでいられる距離感を保つっていうのはやっぱ大事だと思うんですよね。その、まあ、お客さんとか一回抜きにして DJ、 自分が DJ をする上で大切なことっていうのはやっぱその DJ を嫌いにならない距離感を保つっていうのは大事かなと思います。だからそれが別にその仕事としてなくてもその続けられる環境とかがある人は多分ずっと楽しい幸せな DJ 人生を送れるんじゃないかなと思いますし、
一番大事なんて、そのハートの部分っていうか、だからそこを磨く作業っていうのはやっぱ絶対しなきゃいけないな、常に。耳、耳ですかね。耳の良さじゃないですか。で、DJ、みんなすぐできちゃう時代で、そんな情熱かけんでもできちゃう時代やから、いろんな DJ がおると思うねんか。モデルの女の子がペット DJ やったりとか、レコードなんかあんな、お前20何キロのあんなん運ばんでいいから。でも俺らの時ってさ、ほんまに情熱なかったらさ、あんなクソ重いレコードのケースを2箱とか2箱半とかをカートに乗して、ほんで10分ぐらい駅まで持って歩いていくって、そんなやつ今いないでしょっていう話やん。それほな、それ何がそうさせんのって、情熱しかないやんか。まあ自分の目の前に映ってる光景が当たり前のように感じてくると、ちょっと緩んでる感じしますよね。やっぱちょっとドキドキできてる部分がないと、うん、緩んでることになるのかな。常に変化し続けることが一番大事かなっていうふうに思いますね。もちろん昔のルーツとかも踏まえた上で、消化した上で、まあ機材の進歩もそうですけど、音楽もどんどん変わっていくんで。でもコミュニケーション能力ですかね、人と、うん、そうですね、継承と記憶力ですかね。その音楽って、まあ、良くも悪くも流行っていうのがあって、ポピュラーミュージック、まあ、ポップスっていうのがどんどんこう変わっていくじゃないですか。それで結構続かなくなる人多かったと思うんですよね。だからそのよりこう新しく出てくる音楽に敏感になって、まあ、それをなんか受け入れるというか、こういうのもかっこいいなみたいな体制にこう自分の思考を変えていくっていうのが一番大事なのかなと思ったりしますね。ああ、なんやろう、とにかく、ね、熱心に前向きに好きなことにはストイックにやると決めたことはみたいなことだけ。まあ、誰よりもいい DJ する、いい DJ も、その一晩、クラブ DJ だったら、誰よりもいいプレイをするっていうのはいつもやっぱ思ってますね。なんか、ナイトクラブに、あ、この人今日いてよかったなって思われるプレイは絶対したいなっていつも思ってます。音楽好きが、こう、集う場所で、1時間リーダーを務めるみたいな。まあ、何をかけても、あ、みちくんだなって思わせるっていう、まあ、唯一無二的な、他にない人がやってないことをやりたい。表現者ってなんか自分多分認められたりとかっていう、多分第三者からの評価ありきの多分仕事っていうか職業だと思うんです。なんか表現者の職業って自分がいくらすごい、これすごいだろうっていう、こう、まあ、エゴがあったりとか、まあ、いろいろ表現する上で自分のこう、考えを表現してるけど、それがやっぱりいいねって言われないと、僕はあんまり、なんて言うんだろう、こう、表現者として良くないかなと思ってて。だから大事な部分って、自分の見た目がどう、DJ してる時の見た目がどうとか、じゃなくて、まずはもうみんなと一緒に楽しむ、それをじゃあ音楽で自分が操る、まずこれが DJ の大事なことなんだなっていうふうに思いました。やっぱグルーヴは、はい、どこでやるにしろ意識はしてやってますね。もうグルーヴですね。呼吸わかんないです。ちゃんと吐かないと息を。うまく融合したいですね。で、受け入れることも大事だなと思って、新しいこととか、なんか、まあそれかっこよくないよねとか、いうこともあると思うんですけど、でもなんかそういうことがあるからこそ、なんかクラブが生き残っててやれてるっていう部分も必ずあると思うんで、なんか、いろんな意見を、こう、理解できればいいのかなって。やっぱり僕の中で主役っていうのは、やっぱり、その場に遊びに来てるお客さんが一番の主役やと思ってるんで、
やっぱりその人ら、その人を一人でもこう楽しませることと、やっぱりその中に、さっきも言わせてもらいましたけど、やっぱり 1% でも自分のやりたいことだったり、自分の英語っていうのを一晩で出せる、出すことっていうのが、自分にとっての一番心がけて大切な部分かなっていうのがあります。でも音楽愛してることかな。音楽好きでしょ、自分って思い続けることですかね。人のことを思いやってるかっていうか、っていうところになってくるんじゃないかなって思ってます。それは何だろうな、基本的にそのまあ人を見てるっていうか、今いる人を楽しませてやりたいとか、そういう気持ちですよね。それが一番最初にあってあるのが一番俺は大事なんじゃないかなって思ってます。でもやっぱり何より人じゃないかな、結局は。で今いるみんなもそうだと思うけど、一人じゃ多分何もできなかったし、うんと思います。どうですか、大丈夫ですか。ありがとうございます。 OK です。はい、完璧。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。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 以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。以上です。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。終了です。以上です。以上です。ありがとうございま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 す。